はい。5、4、3、2、1、スタート。バタツ。コンタさんはどつ。焦点を絞って練習した方がええで。高橋克典さん、ゴンタさんいらっしゃい。タツいらっしゃい。はあはあはあ。焼けきれですね。今3ラウンドだよね。はい。
これは長い。3ラウンド。長いでしょ。インターバル何秒？1分だろうね。1分。でもフル回復するまでやる。1週この1週間は。うん、で来週あたりから3分1分3分1分の繰り返しで3分終わったら10分休憩とか。うん、で1ヶ月間ぐらいで体を慣らして筋トレやって重くして。うん、でそこから動けるカード作ったらスパーとか肩を教えてもらって、うん、ドレさんに、うん、それで行こうかなと思って、とりあえず今のマーザードレさんに合わせる体だよね、練習できる体じゃないでしょって言われちゃう。新宿の夜景をご覧ください。黄色いところで、はい、じゃあ10秒前でーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。新宿です。
ひろくんさんいらっしゃい。ノットさん青山監視中。ひろくんさん横浜。弟たち発見。発見？弟たち発見？4ラウンド、今4ラウンド5で1回休憩入れようか。はい、一回終わりにしよう。今日筋トレするわ。うん、膝あったまって、あ、痛くなくなったから。弟たち発見から。え、弟たち発見って弟よくわかんない。弟たち発見拾っちゃいました、すいません。えらいね、でも練習してて。はい、2分30秒。
15秒前、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ストップ。終わり。くみたんはどつ、ちゃまじろうさん、かずみちさん、頑張ってください。ちゃまじろうさんはどつ、風船ありがとうございます。風船ありがとう。なるこさん、ワンツーが甘いな。そしてなるこさんはどつ、ちょっと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 、ちゃんなんか俺向きな弟だけどこそこそして、お兄ちゃん泣いちゃう、こそこそして、お兄ちゃん泣いちゃう。ありがとう。ジャマジロウさん、バルバルみたいな声が聞こえますね。ゴルゴさんはどつ、ゴンちゃんもやんないの今日は、うん、やんない。今日は軽めにしときましょう。はい、筋トレ重視する。そうだね、品質あるからね、ゆっくりゆっくり、確実にサボらず行きましょう。体壊さず、コンディション高めて。こんなとこにいたのか。ありがとうございます。6月になるかもしれないですね。5月末か6月って噂ですけど、まだ正式な発表はまだです。詳しくはあのコミッショナーの弁当太郎さんに聞いてください。ジャマジロウ、虎の顔さん、こんなとこにいたのかって。タッツンさん、長続きすることが大事ですから、焦らず時間有意義に使ってください。なんて、時間有意義に使ってください。ありがとうございます、頑張ります。はよ、見たいな。ねえ、楽しみだね。あの、ゆいがさんと弁当太郎さんがツイッターのレスバトルが始まってた。もうやる気満々で、煽り合いだよ。弁当さんとゆいがさんのツイッターに注目で。メインマッチです。メインマッチです。サムさん、怪我しないで頑張ってくださいまし。頑張ります。旅配信行くね。だから戻ってくるんじゃないかな、旅から。緊急帰国するでしょ。
ちょっとちょっとそうですね。島津さん、暗いとこで黒い上下でやってどうする？そういうの練習してる方がいます。リリコさんはドツ、マナスさんはドツ、生徒会長さんはドツ、ゴルゴさんはドツ、カッパブタさんはドツ。マイク、ソンさんから、ナマズさんやっぱおじさんだから準備運動はしっかりやらないとね。生徒会長さん、バーガーありがとうございます。ございます。贅沢美藤さんはドツ、マイク破損さん、リリコさんハートありがとうございます。ありがとう。今、筋トレ中です。あ、ストレッチ。ナマズさん、風船ありがとうございます。ちょっとちょっと よし、帰ろう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、今日は軽めに流した。今日は軽めで、でも3分間動けたね、ご覧の。そうですね、そう、はい、昨日1分しか動けなかったけど。おい、バーガーありがとう。おつす、おつおつ、みんなアイテムありがとう。100人もいたんだ。バーガーありがとう。体硬いんだよ俺。タバコ吸ってく？
どっちでも帰ろうか、うん、すげえ。筋トレは家でやる、ダンベル。アイテムたくさんありがとうございます。のんたんの分のチョコレート、ありがとうございます。あーチョコのんちゃんはしゃいでる、うん、チョコありがとなんたバーガーのせいや、バーガーもらったバーガーもらった、バーガーありがとう。お疲れ、レクチー、お疲れ。いい8時か、リリコバーさん、今のんたん超かわいい、超かわいいでしょ。のんたん普段こんな感じだよ、一人ではしゃいでるから、外出るとテンション上がるからのんちゃんは魔法使いだから。リリコばあさんのラブ、のんたんラブ、あーラブひゃはハートありがとう、ハートハート、あー疲れた、ハートハート、スーパー行ったらチョコかなんか売ってるかね、うん、明日安売りしてっか、あそうだ、どうせそれだ、おう俺らはあれだからな、経済的だからな一日ずらすという技が、そう、騙されないから、騙されない明治とかグリコとかに騙されないから、森永とか明日在庫の山ですよ、スーパーは。本当のバレンタインデーは明日だよ、明日だよもっとさくらんぼさんバレンタインデー、うん、今日昨日の動きと比べてどうだった、みんな昨日と今日見た人教えて、昨日と今日 どっちが良かった。今日は3分間動けるかっていうのを意識してやった、とりあえずシャドウ3分動ききるっていう、動ききるっていうか体力を温存するって感じかな、うん。でもちゃんとカウンターで相手のローに合わせて、あの膝めがけてあの前蹴りかましたりとかしてたんだけど、あれはロー対策だね。俺喧嘩の時に編み出した技だね、あれ膝いかれっから。ローキック打ってるときにこうやって伸ばしてくるじゃん、相手の蹴りをガッて入れるぶっ壊れっから、マジで一発で折れるから。今日しか見てないって、今日しか見てない、様になってた、昨日見てないかちょっとね、俺がね、インファイトすぎるとか前傾姿勢すぎるからそこが怖いんだよね、うん。今日大丈夫だった、うん、これくらいのペースだとバテないんだ今のところ。だけどラッシュかませない、無呼吸連打で10秒もラッシュかませないから、あの最低30秒はその追い込み、相手がクラッと来た時に30秒ぶん殴れる体力を作っておけばラッシュはかませると思うんだよね。でもサッカーだと、うん、蹴りの前にステップ入っちゃうから、絶対入る、癖で絶対入る、だからカウンターで入れやすいの、はい、だからね、そう、サッカーでもね、ノーモーションで来る蹴りもあるんだけど、
あの基本的には振りかぶるから多分蹴ろうとしたらワンステップ入っちゃう。そう絶対入る。だそこカウンター取りやすいんだよね。それはもう癖で、その癖を直さないから無理無理、3ヶ月じゃ無理、ずっとサッカーやってるやつは。で多分パンチはないからほぼ、多分あのボクシングルールだったら勝ったんだよ 100%。 蹴りはね、そうなんだよ、実はねそこ有利だなとは思ってる。あと昨日初めの一歩見たから、夜中の2時まで初めの一歩とマイク・タイソンと見たからイメージトレーニングずっとしてるよねこれはいいデンプシーロールね、ジャック・デンプシー、イメージトレーニングもバッチリですよ。 YouTube でボクシング動画漁ってるから。でもね結構そういうのバカにする人いるけど、あの大事なんだよ、あのアドレナリン出すのって。イメージトレーニングは大事、闘志高ぶらせんの大事、うん、じゃあみんなお疲れ、ここで終わりにしたいと思います。みんなありがとうございました。ありがとうございました。お疲れお疲れ、また明日 See you See you カエル飛びなんだっけ、カエル飛びこうやって打ち下ろすやつカエル殺しだっけあの試合面白かったよな。お疲れ。じゃあ俺ドラゴンフィッシュブロー鍛えておくわ。ドラゴンフィッシュブロー。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。